世話になってます。ちょっと雨もパラつく中のスタートとなりました。今日は開幕早々早速釣りを開始しているわけですけれども、昨日ですね100万円分の放流企画を終えた後一夜明けて、だいぶもうヒラメたちはいろんなところに、ね、散っているかと思いますけれども、事の成り行きを見守る責任もあると思いますので、まあそれはそれとして他の魚が釣れる可能性はもちろんありますしね。浅いし、はい、こっち方面に発光しをかけたんですよ、はい、ああマジっすか。また戻ってきてるみたいです。面白がっすね。ってことはシーバスとかそういうチャンスもあり得るってことですかね。マジで？ヒラチャレ？何ですか？やばい、レンズが雨で。フラット？フラット？フラットっすか？フラット？ほら、食ってる。天元に帰る、ごめん。やっぱダニエルがなんかいいんすかね、まあ、おそらく放流魚じゃないかと思われますが、まあでも厳密には分かんないっちゃ分かんないですよね。あ、確かに昨日のやつ、そう、厳密に昨日のやつかどうかっていうのは分かんない。というわけでシーズン3はねちょっとサイズアップを目指して50オーバーが出たら完結と。40ないか。お、40か。あ、ぴった40。昨日もし放流したサイズを釣ったとしてもシーズン3は完結にはならないというハードルが。天然を探せみたいな。そうですね、これの中で天然を釣れればさらに。またね、元気でね。あー、行きましたね。振り返るとやっぱりあれ振り返ると早速のヒラチャレで、ただ昨日釣れてないです。リベンジ。というわけでですね、イクマさんが早速1枚あげたんですけれども、まあ、その後は何もなく、まあ、意外と甘くないってことですかね。まあそれかもう大海原に旅立たれたのかもしれません。
本当変だよ。うわ、本当変だ。なんか幼稚園からそんな感じじゃなくなる。おぉ、でかい。でかいよね。ちょっと待って、でかいよね。でかい、めっちゃでかい、それも白い恐竜じゃない、恐竜じゃないし、恐竜じゃない。うわー、これちょっと待って、ちょっと待って、これ何、でっか、すげえ。だって重さが尋常じゃなかったもん。座布団なんすかこれ。うわ、変なとこかかっちゃったけど、裏真っ白じゃないですか。何これ、ボリューじゃない、ひらめ、ひらめ、うわー、おばあ、やばい、何すか、どうし、逆にどうしこれなんて明らか昨日のやつじゃないじゃないですかこれはでかい、ほら80ある、ちょっとやばちょっとおかしくないそれやっば、そんなん、そんなんなかなかやで、やっば、確かに、ほら79 ないよ一応、やっば、これ何ビビった、マジでビビった、あれ70超えたらザブトン、やっば、余裕のザブトンじゃないですか。画面何枚目、ヒラメサイズは2枚目2枚目でザブトンですか、やばっ、ここにそのサイズいるんだね、すごいもんなんか、めちゃめちゃでかいっす、かわいい、口がやばい、すごいもん、うわ、太郎さんすいません、いや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 、何をさせる、入るかなって、いやいや入るよ、入っちゃうよ、めちゃめちゃやばい、何かおかしい、何していいか分かんないから何させんのかなと思った危うく言った通り俺本当にもう今舞い上がってどうしたこれ、チャンス終わりじゃない終わったんだ、まさかの CP3 終わりましたおおいやちょっと待って、怖い怖い、ええわそれ、ちょっと待って、やっばよろしいでしょうか、そういったやつさせていただいてこんな感じで、これどんな感じでまあ第一ブレイクがそこに手前にあるじゃないですか、なのでもう今日誰も釣り人さんいないんで斜めにピュッて投げたっすよね、で僕ちょっとあんま使ったことないんですけど、この新編をゆっくりゆっくりゆらゆらゆらーってなんかこういう感じで動くんですかね、こうね、そしたらなんかドカーンってなってドカーンってなってはぁと思って、あ、これは地球をやってしまったかなと思ったっすね、コツコツって時々当たったりっていう感じで、いや、そこをなるべくこういう感じで、そうですね、そうですね、こういう感じでやってたら、なんかもうリールも負けないぐらいの重さがちょっとククってなるから、おいおいおいと思ってまあでも昨日のやつかなと思ったんですけど、昨日のやつの重さじゃないなと思ったんですよねこんな重いの俺昨日話してないなと思って、なんか手前でふわってなんか大きいのがふわってなって、ボディのなんか裏っ側あれ白くないってなっていう感じでございました、本当にありがとうございましたちょっともう一回振り返ってもらっていいですかやこの秋のね最新ファッションスタイルを提案していきますね、ヒラメはしょうっていう
返しがおしゃれ。ちょっと僕の座布団をですね、狙いに来る人がいました。今バッチリ退治してます。ちょっと対決を試みます。あ、お、やんのか。あ、ちょっと俺も下がってみるみたい。二度見、ちょっとびっくりしてた。こういうなんか昔の絵画とかありそうだね。よくわかんない、ヒラメを守るものみたいな。すげえな、この写真おもろいわ。シュールやわ。というわけで皆さん、今日はねちょっともう動画締めさせてもらいます。だってもうこっからこれ以上のなんか無理っすもん。皆さんも一回ちょっと一日置いて別の動画でまたお会いしましょう。もう見てください、あのね、釣り人ほんと誰もいなくて、この辺の手前のとこなんですよ。手前側をねほんと重点的にちょこちょこちょこって巻いてたら、そんなとこにあいつがいるっすよね。だから夢ありますよね。なんか釣れないなって思うかもしれないですけど、この辺にあいつがいるんすもん。何があるか分かんないっすね、ほんと。サーフフィッシングはこれが夢ありますよ。夢見させてもらった、ほんと。俺ヒラメ釣ったよ、78。そうね、まあちょっとすれがかりだったっていうのはちょっと僕らとこの視聴者の皆さんとの間での話にしていただいて、まあ身近な知人にはね、あ、僕78っすって言うんで。すごい、あの、そのなんていうんですかね、78の称賛をしてあげてください。もうなんもね、なんもね、すれがかりでも78はないっす。まあまあね、そうかもしれない。そんなわけでちょっと今日ばかりはチャンネル登録とか高評価していただけたら嬉しいです。本当にありがとうございました。